タッカブ。はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回は以前にリクエストをいただいた企画で、カブトムシやクワガタは気温や体温で強さがどう変化するのかを調査していこうと思います。ということで今回はこちらを用意しました。これはプレイヤーといって iPhone やタブレットなどに接続して使うタイプのサーモグラフィーカメラになります。これは本来は建築や電気設備の診断なんかに使われるものらしいんですけど、今回はこれを使って調査していこうと思います。というのも一応外気温はこういった一般的な温度計でわかるんですけど、このサーモグラフィーカメラを使うことで虫自体の体温や虫が接触している床面、今回の場合だとバトルフィールドの猫の爪研ぎになりますが、まあ床面だったり、あとはリアルタイムで虫の体温がどのくらいのスピードで変わっていくのかなど詳しく観察できたらと思います。ということで今回やっていくのはクワガタの強さという部分なので、温度によってクワガタの動きの変化を見ていきますが、この 74mm の大クワガタと対戦相手として 75mm のセアカフトマタクワガタに被験体になってもらおうと思います。そして実験内容としては、部屋の温度を18度、22度、26度、30度の4段階に変化させて、クワガタが戦う時の動きやその時の体温も見ながら、どのくらいの温度帯が強いのかを調査していきます。ちなみに動画の最後で覚醒したオオクワガタの戦闘動画もありますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。では早速外気温18度の状態をご覧ください。はい、動き自体はオオクワもセアカも闘争心があって悪くはないんですけど、全体的にちょっと遅いですね。そして注目してほしいんですけど、このバトルフィールドにしている猫の爪研ぎは外気温18度に対して約21度で、外気温より3度高い温度になっています。そしてオオクワガタの体温は戦いが始まる前はオオクワガタが接触している床面の温度とほぼ同じで、一試合終わった後は体温が上がって約24度くらいになりました。この段階で戦う前より、幾分か動きが速くなったような気がします。そして次に外気温22度での動きをご覧ください。外気温18度と比べると、全体的にちょっと動きが速くなったような気がします。この段階でオオクワガタの体温は戦う前で約25度、戦った後で28度くらいになります。ちなみに
セアカの方も体温が上がっていますが、オオクワガタとは体温の上がり方が違って、オオクワガタよりも体温が上がるのが遅い傾向がありそうです。では続いて外気温26度での動きになります。外気温26度になるとオオクワガタはもうかなりいい動きをしています。これまでの外気温22度以下と比べるとスピードが格段に上がっています。この温度帯になるとセアカも体温が上がってきて、戦闘後はオオクワガタとほぼ同じ体温で約30度になりました。では最後に外気温30度をご覧ください。外気温30度になるとオオクワガタが覚醒しました。見てください、この動き。よもやよもやだ。これはもうクワガタ相撲の公式大会に出場する大平田並みの動きになります。これには赤座もびっくり。僕たちも動画でしか見たことないので強くは言えませんが、スピード感はもう公式大会レベルと言っていいくらいで、ここまでなればセアカでは手に負えないレベルになります。セアカも体温が上がることで動きは良くなってるんですけど、オオクワガタの方がスピードの上がり方が、激しいので、セアカのスピードだと対応できなくなりました。そしてこの時のオオクワガタの体温が約33度になりました。はい、ということで実験結果をまとめたものがこちらになります。今回は外気温を基準に考えて実験しましたが、実際は外気温というよりもクワガタの体温で動きが変わるので、同じ外気温でも1戦目と2戦目では動きがかなり変わってくるということが分かりました。クワガタは変温動物といって、周りの温度によって自身の体温を調節することができます。人間にはないすごい能力を持ってるんですけど、クワガタの場合だと外気温と同じになるのではなく床面の温度と同じになりました。そしてその対応するスピードが凄まじく、約8分足らずで床面の温度と同等になりました。今動画でサンプル出してるのはオオクワガタではなくギラファなのはちょっと申し訳ないんですけど、クワガタということで今回はご了承ください。で戦闘面に関してはオオクワガタは体温が上がるにつれて動きが良くなり、スピードが上がっていく傾向がありました。とは言っても体温28度くらいからはもうスピード感があって動きはかなりいいので、無理に30度以上にする必要はあまり感じませんでした。一応体温は高い方が動きは良かったんですけど、スタミナ消費とか、クワガタの健康面を考慮するなら体温は28度前後がいいような気がします。そして外気温と同じになってから一度戦うと体温が約4度前後上昇するということになります。なのでオオクワガタをいいコンディションで戦わせる条件はこちらの表をご覧ください。外気温をだいたい22度から24度前後に調節して、床面の温度、今回でいう猫の爪研ぎになるんですけど、猫の爪研ぎだった場合は床面の温度がそれで24度前後になると思います。そしてその上にオオクワガタ、戦わせる虫を置いて、10分以上くらい待ってもらうとだいたい同じくらいの温度になるので、体温が24度で、そこから、1回か2回くらいですね、戦闘させることによって体温が上がって28から30度くらいの体温になるんじゃないかと思います。でこのくらいの条件が、戦わせるコンディションとしては、いいんじゃないかなと思います。今回はオオクワガタで調査したんですけど、同じドルクス族の
大平田とかも多分似たような傾向が考えられるんじゃないかなと思いますので、まあ、興味のある方は参考にしていただけたらなと思います。それでは最後に覚醒した大クワガタの戦闘動画ということで、普通ならまあ勝てないであろう81ミリっていう、まあ大型のグランディスとの戦闘をさせてみました。グランディスはケースから出したばっかりでまだそんなに体が温まってない状態で、大クワガタに関しては先ほどの33度っていう覚醒状態での戦闘になるので、この体格差が埋まるかどうかっていうのをご覧いただけたらなと思います。はい、ということで今回は、クワガタの体温調査の動画でした。今回はオオクワガタで実験しましたが、二股クワガタ族やノコギリクワガタ族など違う種族だったら、動きの変化や傾向がまた変わってくるかもしれないので、今後はそのあたりも調査できたらと思いますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。